MB48 のこのこと池ほのかです。この後はサンデーレディオ月曜日リピート放送。今日も MB48 のメンバーとまったりお話をしました。最後までほのぼのと聞いてくださいね。それでは今夜のリピート放送スタート。皆さんこんばんは、 NMB48 の池穂乃香です。今回から初めて私がラジオのパーソナリティを務めさせていただきます。皆さん予想は当たっていましたか？さっきねそのリプをね見てたんですよ。そしたら半分ぐらいの方が池穂乃香かなって書いていてくださったりしたんですけど、でも他の方もね最初の方は昨晩かなとかはるかさんかなとか書いていらっしゃる方も多くて、予想をねちょっとするのが難しかったかもしれないんですけど、このね私のパーソナリティの期間楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。またね今回初めて私のことを知るという方もいらっしゃると思うので、ちょっとだけ簡単に自己紹介すると、奈良県出身の19歳ほのこと池ほのかです。好きな食べ物はパンと家庭料理が好きです。あとクラゲも好きですね。では本日からジャンレディ月よろしくお願いします。初めてのラジオで緊張してカミカミだったのですが、最後まで聞いていただけると嬉しいです。 NMB48 のジャングルレディオ月曜日、この曲から京都府のさとしさんからいただきました、スワンボート。まさかこんな日が来るなんて、本当のイマジネーション私も思わなかった、意外なバケーション、こんな好きになる巡り合い、恋するバケーション、縁がないと思ってた、大人のバケーション、初めて、
改めまして皆さんこんばんは。 NMB48 のジャングルレディオ月曜日、 NMB48 チーム B2 研究生の池穂乃香です。このジャングルレディオは月曜日と木曜日は私たち NMB48 のメンバーが、火曜日はつぼみ大革命さんが、そして水曜日と金曜日は騒音プロジェクトさんがパーソナリティを担当しています。そしてこの番組は FM プラプラからパソコン、スマートフォンで簡単に聞けますよ。アプリから直接メッセージが送れたり、便利な番組予約もできます。番組の公式ツイッターもありますので、@JRO_SFM で検索してフォローもしてください。詳しくはインターネットでジャングルレディオと検索してご確認ください。さて月曜日は毎回2人のメンバーをゲストに呼んでいるのですが、今回来てくれたのはこの2人です。こんにちは、8期研究生あみこと福野あみです。こんにちは、8期研究生のみおちこと松野みおです。ようこそ2人とも来てくれてありがとうございます。ありがとう。そう、緊張してて、しょっぱなからもうさっきの打ち合わせでもどうしようかなってずっと思ってたから、そう2人がいてくれて私はとても心強いですよね。けど初回のほのちゃんの初回の一発目から呼んでもらえたことが本当に嬉しいです、はい、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ここそうなんです。3人の共通点とか、うん、どういう3人かな、あんまりないですね。あ、でも、まったりしてるかも。うん、あ、確かに。方はみんな一緒で、ゆっくりね。一緒ですか？一緒。いや、一緒じゃない。アミより、アミは遅いもん。え、ミオちゃんもめっちゃ遅いね。シャホノも遅い。え、早くない？いや、結構早くない。早い時と遅い時ない。ちょうどいい感じがない。声色はまったりしてるね。そうか。でも共通点探すとしてもあんまり。関西出身ぐらいしかない。そうですね。まあね、こういうことでね、今回この2人を迎えてお送りしていきます。まずはこのコーナーから参りましょう。教えて NMB48。 ここからは私たちのことをもっと知ってもらおうということで、リスナーの皆さんからいただいた質問に答えていこうと思います。それでは順番にめくっていきましょう。教えて。はじめにラジオネーム野原しんのすけのすけさんからいただきました。新パーソナリティの方は今回抜擢された率直な思いを、またゲストの2人にはパーソナリティをいくつかやってみ、いつかやってみたいですか？どうですか？なんか弟と喋るのが苦手だったので、自分がパーソナリティうわどうしようっていうのが一番長かったですね。なんかでも頑張りたいなっていうのもありますし、今回このパーソナリティをね務めさせていただくということで、この期間にめちゃめちゃ喋り上達できたらいいなって思ってます。でもほな、話すの得意っていうか上手いイメージあるかも。下手。よくショールームとかね、話してるの見るけど、見てくれてるん、めっちゃ嬉しい。どうかな。私もほのたんのイメージ、やりたいか。やってみたい気持ちもめっちゃあります。なんか結構ショールームとかしてても、私は話がいろいろ脱線するの、けどあのおしゃべりが大好きなんで、やってみたいなって気持ちある。聞きたいな。アミのねショールームめちゃめちゃ面白いから、そうよく見ちゃうねんけど。ありがとう。そう、みおちは感じやな。私はもともとラジオ好きで話すの好きなんですけど、得意かって言われたら得意ではないから、その私もほのと一緒、同じようにね、勉強していきたいなって感じなので、いつか呼んでもらえるように頑張りたいと思います。頑張りましょう。はい、じゃあ次、はい、兵庫県お住まいのラジオネームみずきさん@キングスさん。はい、新パーソナリティさん、ゲストのあみちゃん、みおち、こんばんは。こんばんは。
新パーソナリティさんは勝手ながら池穂乃香ちゃんって予想していますが、当たっていますか？当たってますね。当たってなかったら電波の向こうで土下座しながら最後まで番組を聞きます。3人の共通点とか3人だけが知っているお互いのエピソードがあれば教えてください。あ、さっきも共通点の話、ね、探したけど、したけど、何3人だけが知ってるエピソード、あー、行ったことないです ね。どっちともないかも。ほのともあみともないの。確かにここはね、そう、あみと私は行ったりはするんですけど、みよっちとはよく一緒に帰るイメージ。確かに、うん、一緒に帰れる、うん、よく話してるイメージ。じゃあ今度一緒にお出かけしましょう、ね、しましょう、ぜひぜひ。しましょう。回転寿司でも。回転寿司。みおち三皿しか食べれないっていう。あ、そうなんですよ。有名で、よくね、うん、MC で、公演の MC で話したりしてるんですけど、うん、昨日も実はツイートしてるんですけど、うん、3月30日そうですね、昨日3月30日、うん、あの松岡さくらちゃんと、うん、食べに行ったんですけど、うん、3皿でした。3皿は食べれるね。3皿は食べれる。4、5皿ぐらい食べるかも。でも少ないで。一緒一緒一緒じゃな。昼は3皿やけど、うん、夜は4、5皿食べるもん。うん、一緒やな。プラスうどん食べる。じゃあ負けた。どういう基礎じゃあどこまで食べれるか挑戦しに行きましょう。ほのたんは？でも。10いくかいかんことですよね。人生で10なんて行ったことない。全然いかんからぜひ行きたいですね、うんうん、行きましょう、うん、行きましょう、行きましょう、行きましょう。じゃあ次のお便りお願いします。はい、兵庫県にお住まいのラジオネームレナタン推しの大食い娘さんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。こんばんは。早速皆さんに質問なんですけど、今年ライブでやってみたいユニット曲はありますか？あとユニット曲をやるとしたら誰とやってみたいですか？とのことです。うわ、ユニット曲か。はい、私はねこれ一個あって、はい、8期生の、坂下真子ちゃん、うん、辰本弥生ちゃん、はい、松岡さくらちゃんと仲がいいんですけど、うん、その3人と私で、AKB48 さんの涙の表面張力をやってみたいです。あ、めちゃくちゃ難しいんですよ。いい、うん、歌もめっちゃ息吸えないし、うん、ダンスもめっちゃかっこいい感じで難しいんですけど、うん、でもまこもね、まこちもあのこの曲好きって言ってたので、うん、私も好きなので4人でちょうどぴったり4人なのでやりたいなと思ってますね、うん。私は、うん、ビッチワンチやりたいです、うん、なんかザ・女の子っていう歌詞がすごい好きで、うん、なんかそこに入ってちょっとやってみたいなっていうのがある、うん、誰とやりたいとかある？かわいいアミニの思う、うん、シンシンさん、あー、シンザオナーさん、と一緒に女の子その隣に立っときたいです。立っときたい。立っときたいね。いいね。ね、いいですね。私なんだろうな。なんだろう。でもでもの涙やってみたいな。旧期生公演で、ね、そうですね、あのやっていらっしゃるんですけど、うんうん、やりたいって見ててちょっと思いました。確かにユニット曲の定番って感じありますね。誰とですか？誰としよう。アイピョンとしてみたい、ね、おいいね、うん、いいやってみたいね、一回どんな感じになるか分かんない、うん、楽しみですね。楽しみ、楽しみですね。いつかできたら、いつかね、はい、やりたいね。頑張りましょう、うん、頑張ろう頑張ろう。はい、じゃあ次いきますね。はい、高知県のラジオネームナチュラルさんからいただきました。新パーソナリティさん、アミちゃん、ミオチ、こんばんは。こんばんは。8期生もお披露目から1年以上が経ちましたが、第一印象から一番変わったと思うメンバーとその理由をそれぞれ教えてほしいです。よろしくお願いします。変わったメンバー、うん、一番変わったはいはいはい、あ、松岡さくらちゃん、わかるかも。合格発表、うん、8期生の合格発表された時に隣にいた、うん、やけど、うん、全然喋らへん感じの子かなと思って、うん、あ、
受かりましたねって言ったあはいみたいな感じだって、うん、けど実はめっちゃゲラで、うん、ずっと笑ってくれて、うん、けど最初はゲラっていうのは知らなかったから、うん、その笑ってる時さくらさんあの声なくなるやん、うん、無になる無になってめっちゃ拍手してくる、うん、けどその笑い声が聞こえへんからあこれ愛想笑いで手叩いてくれてるんかなって思ったらマスクしてるしね余計本人的に大爆笑の時、うん、声がなくなるって言ってました、うんうん、さくらはよくアミがツボって言ってます、うん、嬉しい誰やろ坂本梨沙ちゃんかな、うん、なんか、セレクションの時に同じグループだったんですけど、うんうんうんなんかずっと一人語喋っててすっごい変わった子やと思ってたんですけど、うん、まあ確かに今も変わった子ではあるんですけど、うん、でもめちゃめちゃ優しくていい子で、うん、なんか早口で喋るとこも可愛いなって感じで、うん、かわいい、はい、あんまり見た目もさもう最近めっちゃ垢抜けていっててリサめっちゃ可愛いなって思う、うん、なんかちゃんと人とも喋ってくれ一人ごとだけじゃないやなみたいなちゃんと喋ってくれますね可愛、うん、いよねほのは私坂下真子ちゃんかもしれないです、うんうんうん、あのそのそれこそ合格発表の時に、うん、あの隣にたまたま待合室の隣に座ったんですけど、うん、それであのなんだっけな情報ルに出てましたか、うん、みたいな話とか、うんうん一方的にちょっと話しかけてしまって、うん、でなんかすごいドン引かれててずっと、あはいみたいなちょっと冷たい子かなとか思ってたんですけど、うん、でも実際ね合格して話してみるとめちゃめちゃ喋りやすい子で、うん、そう優しくてねでも私も、うん、そのまこちとさくら思い浮かびました、うんうん、第一印象変わったって言ったらみんな大体その名前あげるよな、うんうん、なんか本人たちも言ってたんですけど、うん、人見知りらしくって、うん、だからまっこっちもさくらもなんかそこ二人でよく喋ってたってよく言ってますね、うん、なんか唯一の友達やったみたいな言ってますよめっちゃ言っとったなそうねめちゃめちゃその二人は変わるような印象、うん、印象変わったかな、うん他さくちゃんも変わったかもしれない確かになんかそうセレクションのそれこそグループが一緒で、うん、でずっと隅っこに座ってたんですよ、うんうん、でだからあめっちゃおとなしい子なんかなとか思ってたら、うんうん、ショールームたまたま見たら、うん、めっちゃ喋っててほんまにめっちゃそんな関西弁喋ってるんやってぐらいに喋ってて、そう私とアミはさくちゃんと違うチームだったほのともね、うん、違うチームだったので、ね、もう何回かその最終日とか会うじゃないですか、うん、全員で、うん、でその時私もさくちゃんおとなしい子やなって思ってたから、うん、でもまだ私からしたら今もおとなしい子なんですけど、うん、確かに一人喋りは ねすごいマシンガンかもしれないですね、はい、ツボ変よねあとツボ変やな自分にめちゃめちゃツボってくれてなんかこの前お見送りで、うんうん、なんかまあするじゃないですか、うん、って言ったりとかそしたら隣でめっちゃいきなり笑い出して怖いと思って、うん、なんでそんな笑ってくれるんやったら嬉しい、うん、嬉しいなっていうのもあるし、うん、でもさくちゃん私にも、うん、急に笑われて、うん、何かと思ったら存在が面白いって言われてちょっとバカにされてるかなって感じなんですけどなんかにやりっていう顔で可愛い感じなくてハハって笑うんじゃなくてにやりやな可愛、ね、いな可愛いし、うん、印象変わったかな確かにでも8期生はみんな人見知りやから、ね、結構変わりますよね、うん、初期の印象と全然だいぶ違うからそうね全然違う、ね、でもほのはね、うん、変わってないですなんでいいことじゃないですかいいことっていうか、うん、ほのとはそれこそ最終日セレクション最終日に、うん、もう合格発表直前かな喋、うんうん、ったんですけど、うん、ったなんかなこのままでした今のままでした隣じゃなかったっけ座ってたの合格発表も隣にねあ確かにそう、ね、隣ちょっと確信でもって顔してましたよそう名前呼ばれた時ほのって顔してた、うん、多分密着に乗ってるかな、うん、YouTube にも、ね、上がってるのでちょっと終わってからねちょっと見返そうか見返そう、うんね、ちょっと距離感あるね8期生のういういしい、ね、姿も絶対見れるかな、ねうんうん、ちょっと見返そうかな、はいはい、いいねということで今回はここまでですこのコーナーでは私たちに聞きたいリスナーの皆さんからの質問を募集しています
メールやスマートフォンアプリ FM プラプラ、もしくはツイッターでハッシュタグジャンレディ月をつけてお送りください。皆様からのお便りお待ちしています。池穂乃香です。 NMB48 チーム B2 で心の文字をかけです。この曲はチーム B2 ということで、私も今チーム B2 に所属しているのですが、いつか披露できたらいいなと思っています。テーマを決めても、そのテーマに沿って自分の中で
きなものを何個かピックアップしていただこうかなっていうコーナーになってます。この BGM がめっちゃ合ってる、うん、嬉しい。ちょっときめき宣伝部さん、もう私好きなのに、うん、この曲ね、イメージある、うんうんうん、ではまず私池ほのかから発表していきます、はい、私のテーマは好きなパン選抜です。パン、はい、ほのといえばパンって感じする、はい、それではね、私の選抜メンバーは、うん、塩パン、おクロワッサン、おデニッシュの3つです。いいね、なんか3つに絞らないと何個も売っちゃうなと思ったから、うん、とりあえず3つに絞ったんですけど、もう塩パンは言わずもガナも大好きなんで、好きなんですよね。ちょっとなんていうんですかね、中野さん、うん、わかるよ、かる、あのバターが、そう、バターが溶けた感じと、ね、うん、上の塩の塩味がね、ちょうどいいバランスで、塩パン食べたことない。塩パンのさ、派生系やけどさ、うん、あんこ塩パンって知らん。あれめっちゃ美味しい。え、あれ食べたことなくて、食べてみて絶対ハマると思う。あのその塩味、うん、塩の塩味にちょっと甘さが足されてるからもっと美味しい、うん、逆にあの塩パンにレタスとトマトとチーズとかハムとか挟んだやつを食べたことあるんですけど、それもめっちゃ美味しかったから、気になる。塩パン好きな人って真のパン好きって感じする、うんうん、だって食べたことないもん、うん、私。美味しいよね、美味しい、パン美味しい、どこに売ってる？パン屋さん、全然どこのパン屋さんにも売ってるし、コンビニにも売ってるので、コンビニも、そう、よかったら買ってみます。買ってみて、クロワッサンもね、も大好きで、うん、あのミニワンってわかるかな、うん、あのソドンクのミニワンっていうね、うん、クロワッサンとか、うん、いろんなちっちゃいね、パンを売ってるところ、わかる、わかる、うん、そのミニクロワッサンが私大好きで、うん、めっちゃ美味しい。ミニクロワッサンか、そう、チョコクロワッサンもあるの、そう、チョコ棒が入ってる、そう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 、もう美味しいから、それもぜひ食べてほしいなっていうのもあるし、うん、いいね、デニッシュをね、うん、デニッシュも好きだったんですけど、うん、この前初めてレモンが乗ったデニッシュを食べたんですよ、レモン、じゃオレンジや、オレンジが乗ったデニッシュを食べたんですけど、うん、マッチで美味しかったから、デニッシュって砂糖かかってるやつ？いや、なんかね、あれデニッシュ生地のパンの生地の話か、全然まだまだ私パンのこと知らないですね、私もパン結構好き、好き、ぜひパン屋さん巡りしよう、まあ、いいね、そう、好きなんでね、食べてみてください、はいはい、では続いてアミお願いします。はい、私のテーマは疲れた時に食べたいもの選抜です。あ、また食べ物、食べ物です、いい、ね、はい、じゃあ選抜メンバーを発表しますね、はい、はい、シュークリーム、うん、カフェイン、軟骨の唐揚げなんか系統バラバラ、はい、バラバラです、うん、もうけどこれは絶対疲れた時にふって思い浮かぶ食べたいものかな、うん、日によってこの3つの中から変わるけど、うん、絶対この3つを食べたくなります、なんかよく公演の合間にシュークリーム食べてるのを見る、うん、確かに、そう、公演の合間に食べたくなるものはシュークリーム、うん、公演後に食べたくなるのは、軟骨の唐揚げ、カフェインはコーヒー、カフェインはコーヒー、コーヒーが飲みたく、アイスコーヒーとか、カフェオレが大好きで、まず朝はあの、カフェインを摂取してから始まります。わかるかも。ミルクとか入れる？うん、入れる入れる、コーヒーあんま普段飲まへんねんけど、うん、紅茶派ですね、紅茶、うん、最近、うん、最近前まで砂糖入れへんと飲めへんかったんだけど、うん、最近、うん、無糖で大丈夫、無糖さんすごい大人ですね、うん、大人や。どこのシュークリームが好きとかあったりしますか？わー、ローソンの、うん、ローソンのシュークリームなんですけど、ジャンボシュークリーム、あ、わかるかも、ジャンボシューかな、そう、が美味しい、めっちゃでかいねんか、うん、何やっけ、うん、ホイップ2つ入ってたりする、そうそうそう、カスタードとホイップが入ってる、なるほどね、が一番好きかな、いいね、軟骨、
甘いのも、うん、辛いのも食べたくなるんや。そう、軟骨の唐揚げは、ほんまに無性に食べたくなる日がある、普通のじゃないんや、軟骨の唐揚げ、ももとかじゃなくて、けどなかなかさ、家庭料理に軟骨の唐揚げってあんま出てこないんや、だから、なんかレッスンとか頑張った終わりに、どうしてもそうママにお願いして、ちょっと軟骨から食べれる場所連れてってってお願いして食べることが多いかな。軟骨探そう。軟骨食べて。どこにあるんやろ軟骨なんか。あんま見ないです。最近時々コンビニとかにも売ってるの見るよ。ちょっと探そうか。探しましょう。最後はみおち、はい、お願いします。私のテーマは仲良くなりたい選抜です。おお、はい、これは NMB48 のメンバーの中から、もっとさらに仲良くなりたいメンバーを選抜したので発表したいと思います。はい、9期生の田中美空ちゃん、お、美空ちゃんと、チーム N の和田美優さんと、平山麻衣さんです。マイキー、はい、そうなんです。私は9期生で、田中美空ちゃんが気になっていて、なんと同じ京都府出身なんですよ。で、9期生のメンバーが発表された時に、プロフィール見るじゃないですか。そしたらまず京都がの子がいるか探したらいて、さらに、ドラムが叩けるらしくって、共通点めっちゃあると思って、でドラムだけじゃなくてキーボードも弾けるみたいで、あとはドレミの音当てが得意って書いてたんですけど、私も絶対音感、自分で言うのもなんですけど、音当てるの得意で、なのでめっちゃ共通点あるなと思って、で話しかけました。おー、はい、そうで、なんかめっちゃ真面目で、これからよろしくお願いしますみたいな言ってくれて、可愛くて、可愛いな、はい、だからもっと仲良くなりたいと思います。みおちも9期生が発表された時から、みそらちゃん、みそらちゃんっていう言葉を、みそらちゃん可愛いってのずっと聞いてた。そう、めっちゃ可愛いし、この間の、3月の個別握手会で、東京じゃない、横浜開催された時に一緒にお写真撮りました。はい、初めて9期生と撮りました。なのでもっと仲良くなりたいと思います。和田美優さんは、みおちのこと推しって言ってなかったっけ。なんか、初期8期生が入った時から、めっちゃ気になるって言ってくださってて、みゆさんはよく喋りますね。でも喋ってるイメージあるかもしれない。初期から。そうなんですよ、なんかなんですかね、年上なんですけど、チーム B2 には年上がいなくて、私より、私が7期生さんも含めて最年長なんですけど、みゆさんは年上なので頼りになります。もっと仲良くなりたいですね。はい、マイティさん、あと最後マイティさんなんですけど、マイティさんは本当に尊敬してて、なんかいつでも笑顔なとこも好きだし、なんか挨拶めっちゃ同じなんですけど、笑顔で返してくれたこととか、おはようってな、そう、なんか優しさがにじみ出てて、なんかもっと話してみ、あんまり喋ったことなくって、挨拶だけなので、もっと話してみたいなって思ってますね。アイさん笑ったら目尻下がるくらい、めっちゃ可愛い、可愛い、ね、もう彼女にしたい、可愛いなって思った。ね、最近マイティさんに、ちいかわの8割のキーホルダーをいただいて、あみちゃん8割好きやったよなって、急にかあげるって言われて、もうレア度がすごくないですか。私8割大好きなんですけど、マイティさんからいただいた8割は、これはどこ探してもないですよ。ないない。もうだから、袋から出さずに、ちょっと使ってないんや。もう鑑賞眺めてる。そうなんです、もうディスプレイしてます。いいですね、記念の思い出の品。なるほどね、ぜひね、先輩とも仲良くなってこれから、後輩ともね、ご飯行ってみたい、後輩と。わかる、
ね、ご飯もっと話したい、うん、連れていくっていうのがすごい目標なんか目標なんや目標なんなんか一緒にご飯行こうって誘ってみたいな、うん、なんかそれぐらい仲良くなりたいなって自分も思う、うん、ね、そうですね、皆さんはね、いかがでしたかね、この話を聞いていただいて、うん、皆さんのね、選抜メンバーもよかったら教えてください。以上、私的選抜メンバーでした。目撃者は誰だ。このコーナーではリスナーの皆さんが目撃したメンバーの情報を紹介していきます。さて、どこで誰が目撃されたのでしょうか。早速紹介していきましょう。まずはナチュラルさんからの投稿です。目撃者メンバーはアミ、ショールームの配信でナンバーワングランプリ、ハッシュタグナングラーと題して、はい、大喜利やモノボケのお題をメンバーに出題して、うん、ファンの方と回答を考える配信企画があるのですが、アミ、うん、ちゃんは2回も優勝して、前回も3位に入って、ファンの方にはナングラーの女王と呼ばれていますねショールーム配信を見ていると、あみちゃん本人はいつも至って真面目にやっていることが面白くて、天然な感じがするのですが、同期のメンバーから見てどんな感じですか。あみちゃんの面白いエピソードがあれば教えてほしいですとのことです。確かにめっちゃランキング入ってるの見ます、うん、自分でもめっちゃいつもびっくりしますだいたいいつもアレクサ出てきてるのなんか、うん、けど毎回あるじゃないですか、ナングラ結構、うん、あのその度にちょっとプレッシャーではあります。すごいなんか、うん、プレッシャー、ナングラ女王って呼んでもらってるからには、そら3位以内に入りたいなと思うけど、考えすぎたら考えすぎたで、うん、あのダメなんですよ私、うん、あのポロッと出たあの不意に浮かんできた言葉とかがやっぱ入り入賞しやすいので、考えなくても直感に任せてやってます天才肌ですね、天才、うん、天才すごい面白いもん毎回、なんか顔にさ、シールペタペタ貼ったら、ハロウィンの時にねあれはもうびっくりした、あの、面白いと思ってほんまにやってないんよ、なんかあの女子高生とかの間で顔にシール貼るのが流行ってるって聞いたもんやから、うん、ああいうことやと思って、うん、わざわざ100均に行って、うん、それっぽいシールを見つけて、うん、でやっぱシールの大きさもでっかい方が可愛いんかなと思って、うん、でっかいの中心にめっちゃ貼ってったんや、うん、そしたらいろんな人が、うん、あーみたいな、おーはははみたいな感じで、え、そう、なんか喜んでもらえてる、すごいって思ったら、そう、あのファンの皆さんがね、喜んでもらえてる、すごい、何それ、もうすごい JK って思ってもらえてると思ったら、うんうん、あの苦笑いやったらしくてなんか、うん、何それみたいな、え、そう、何それ、あんまり可愛くなかったで家に帰って、うん、なんかみんなの反応あんまり良くなかったねんけどなんでかなって言ってママに写真見せたら、うんうん、もうこれはそら笑うわって言われてめっちゃ貼るやんって言われて、うん、なんかちょっと違ったらしいです、流行りに乗ったつもりだったんですけど、うん、あ、なるほどね、アミはおしゃれかっこいいと思ってやったわ、おしゃれかわいいすごい、そう、なんかセーラームーンの格好をしてたんで、うんうん、もうキラキラをね、うんうん、セーラームーンになったつもりでつけてたつもりが、なんかちょっと恥ずかしいことになってたらしくて、うん、びっくりしました、そうなんや、アミでもまだ JK じゃない、そうやね、そうなんです、けども聞いたもんやからとか言ってたけどさ、そう、いや、そう JK やん、 JK に聞いたんです、あの私はちょっと遅い情報があまりない JK なので、あの JK をしてらっしゃる JK にデジタル JK みたいな、そうなんですよ、あの言葉で聞いたら、うん、その言葉でシールを貼るのが流行ってるんやでって言われて、あ、そうなんだと思って、シールをただ見せてもらってシールをただただ貼ったらちょっと違ったらしい、うん、友達にも見せたらうん、それは違うねって言われましためっちゃ面白いね、でも斬新で面白かったですね、本当にけどそれのおかげでね、うん、あのそれで1位になって、うん、あの画面、液晶の画面がついたアレクサ、うん、AI をいただいて、たまたまアレクサやった、え、そう、それがたまたまアレクサやったんです、アミといえばアレクサ、うん、あ、2代目ってこと？あれは、いや、4代目とかめっちゃ持ってるよね、なんか制覇しましたってショールームで言ってるの聞いたわ、なんか、もともとアレクサはお家に、うん、
その2個あったんか、うんうん、2、3台あったんかな。でその勝ったばっかりやったね、ガスのアレックス、うんうん、そしたら勝った直後にその1位で、うん、あのボスみたいなでっかいのいただいて、うん、家はもうアレクサだらけ、うん、じゃあさ、うん、めっちゃアレクサのさ読んだらさ、うん、全部アレクサ反応する、うん、その名前がけど変えれて、アレクサ、アマゾン、エコーがいるんやけど、けどあのアラームかけてとかはみんななんか反応してくるから、うん、みんなアラームかけ出す、すごい、ね、すごい、ね、なんか未来って感じしますね面白いね、面白い、ね、ぜひぜひこれからもアレクサと仲良く、はいね、発信してください、ぜひ、うん、ナングラ女王ね、ね、ちょっと頑張ります、必死してください、はい、では次の目撃メンバーはみおちです。ラジオネーム牧野目さんからの投稿です。 NMB48 のメンバーの中で DD といえば桜田 DD 彩香、そしてさつき DD 彩香さんが有名ですが、どうやらみおちにも DD 疑惑がかけられているようです、そう、最近みおちと仲良くなった隅野若菜さんの話によると、うん、みおちは先輩に甘えるのが上手くて人たらしの才能があると話していました誰にでも好き好きアピールをするらしく、みおちは DD という疑惑が先輩たちの中で広がっているようです。というわけで本当にみおちが DD なのか本人に直接聞いてみたいと思います。みおちちゃん、本当は誰が一番好きなん？そう。でも確かに、うん、あの彩香と愛香さんは、うん、確かに DD ってよく言われてるとか見ますけど、私は DD じゃないですよ。あのさ、隠れ DD、そうやん。だって初期入った時は、うん、愛香さん推しって言ってたのを私は覚えていまして、うんうん、覚えてます。 でも一番最初にご飯行ったのは隅野若菜さんっていうのを私は知っていまして、うん、知っていました。さっきの仲良くなりたいメンバーの中に和田美優さんとマイティさんが入ってて、うん、ね、全員バラバラだと思って、ちょっとこれに関しては言い訳、はい、言い分があって、うん、あの好きっていろんな種類があるじゃないですか、うん、例えば尊敬してる人とか、うんうん、もう顔がタイプとか、うん、気になるとかいっぱいあるんですけど、うん、違います。それぞれにあの種目があるんですよ好きの種目ってこと。そうです、あの愛香さんは、うん、入る前から知ってて尊敬してたんですけど、うん、でも若菜さんね、若菜さんからね、うん、その話があったって書いてあったんですけど、うんうん、若菜さんは何ですかね、なんですかね、なんてやろ、うん、新フレンドリーに話してくださるっていう、うん、その人間性っていうか、うん、仲良くなってみて、うん、いい人だなみたいな感じで、うん、だからご飯行かせてもらったりしてて、うん、でも私はね、アミのことも好きって言ったことあるし、そんなのことも好きって言ったことある、顔好きって言ってくれ、なんか最初の頃からずっと好きやったって、うん、いや違う、この頃からって言ってくれ、セレクションの時からアミは、うん、タイプ、ほんまに、うん、なんか自分が、うん、もし男の人だったら、うんうん、アミ可愛いなって感じなんですけど、うんうん、ほのは顔面が今の自分から見て好きな顔やなみたいな感じなので、うん、じゃあ今が過ぎたら、いや今が過ぎたらね、この私の人生ってことやから過ぎることはないんですけど、ブーム過ぎたら、ブームじゃなくて好きなんですけど、でも私は、うん、あの8期生の松本美ひなちゃん、美ひに言われたのは、うんうんうん、みおちはあのあやぴょんと違って信頼できるって言われてます、うん、あ、信頼やったー、なんか、うん、私はね、みひなにしかね、大好きっていう言葉を言わないんですよ、うん、確かに、あんま聞かない、そうなんです、顔が好きとかそういうのはあるんですけど、うんうん、大好きって愛を伝えるのはみひな限定なので、あやぴょんは、まあ、リサヒとか、うん、ね、さくらちゃんはあみあやって旧期生のね、うんうん、言ったりしてるんですけど、うん、私は宮本亜美ちゃんと木野さんあゆみちゃんか、そうなんですよ、うん、なんですけど私はあの大好きなのはみひななので、うん、信頼できるってあの認定をもらってるので、うん、あの私は DD じゃないですそんなん言ったらみんな好きな顔とかありますよね
ありますよね、うん、みんな一緒ですよ。本人に伝えたりはしてないです。密かに思ってるってこと？そう、密かに。密かにやんな、はい。じゃあアミの好きな顔のメンバーさんいますか？私は、うん、あの公演前のエンジンとかに無意識に一人ずっと見てる人いて、うんうん、これは自分でも気づかなかったんですけど、うん、あの弥生ちゃんのことずっと見てるんです私。そうなんや。なんか仕草がもう全部可愛くって、うん、無意識に見たくなっちゃって、うん、あの無意識に弥生たんを見てます。あ、そうなんや。可愛いもんな。可愛い。今度はいますか？私はあのあんまりね言ってこなかったんですけど、じゃあここで初めて聞く。私あの加入前から梅山ココナさん、うん、もう卒業されたんですけど、ココナさんの顔が本当に大好きで、そうね、SNS とかも入る前はフォローしてたりしてて、そうなんや。そう、可愛くて。確かに実物見た時にほんまにびっくりしましたね。そう、なるほど。実は好きだったんですよ。初めて聞きました。そうね、こんな感じでみんないるでしょ、うん、だから私は DD じゃないです。はい、まあ、みおちの DD 疑惑はちょっと晴れたというか、はい、いいのかな。はい、晴れましたよ。ではね、皆さんたくさんの投稿本当にありがとうございました。さて、このコーナーでは SNS や公演などで見かけた私たちメンバーの情報を募集しています。詳しくは番組ブログ、ジャンルリの公式ツイッターをチェック。以上、目撃者は誰だでした。エンディングのお時間です。皆さんいかがでしたか？ NMB48 のジャングルレディオ月曜日、教えて NMB48 では私たちに聞いてみたい質問を大募集しています。また皆さんが目撃したメンバーの情報を送っていただく目撃者は誰だへのお便りもお待ちしています。現在募集しているメンバーについては番組の公式ツイッターとブログをチェックしてください。その他、番組でかけてほしいリクエスト楽曲や普通音なども大募集しています。すべてのお便りの宛先はメールでは、すべて小文字で jro-mon@esfm.jp、 またはハッシュタグジャンレディゲットをつけてのツイートもお待ちしております。番組ホームページのメッセージからも送れますので、どしどしお送りください。そのオープニングのね、リクエスト曲のお便りをちょっと読み忘れていたので、うん、ちょっと読ませていただきますね、はい、メンバーの皆さんこんばんは。こんばんは。5月に行われるリクエストアワーでの1位獲得に向けたスワンボートの作成、ビラ配り、演奏など、さまざまな形で楽しませてもらいました、うん、この活動が決まった経緯や裏話などがあればお聞きしたいです。あ、ラジオネーム瀬戸氏さんからいただきました。はい、ありがとうございます。スワンボートね、私は楽器演奏の監督みたいな感じで任せていただいたんですけど、みんなで一つのものを作るっていうのがね、いい経験になって、さらに団結力深まったかなと思います。文化祭みたいでした。確かにボード作りも ね、みんなでね、全員で集まってつけたかものがあって、うんうんね、そう、花が主導となってくれて、そうなんです、ありがたいことね、皆さん、そう、いらない、うん、着なくなった服を集めて、うん、貼ってったりしたから、うん、エコで SDGs。 そうめっちゃ環境にいい。今回8期生大活躍だったんではないのかな。そうですね、みんなで頑張りました、ね、頑張りましたね。ということで、そろそろお別れのお時間です。今日は NMB48 で創造のピストルを聴きながらお別れしたいと思います。そうですね、この曲は、うん、NMB48 フォースアルバムの、うん、ナンバーサーティーンの全体曲、そう、全体曲ですね。私たちも参加させていただいたんですけど、はい、どうでした、この曲初めて聴いた時。めっちゃいい曲やね、耳に残りますね。好きで結構ね、うん、そのレコーディングがある前とか、うんうんうん、ずっと聴いてますよね。カラオケで最後歌いたくなる曲やなって、めっちゃ締めにいいですね。そうね、はい、またね、全体曲も ね披露できる日が来るといいですね。嬉しいですね。明日火曜日のジャングルレディオはつぼみ大革命の皆さんがお送りいたしますので、お楽しみに。深夜1時からのリピート放送も聞いてくださいね。それではジャングルレディオ月曜日、
お相手は NMB48 の池穂乃香と福奈美とそして松野亮がお送りしました。来週も聞いてくださいね。バイバイ。バイバイ。お疲れ。え、パン食べに行こうよ。え、パン食べに行こう。パン出かけることなかったから、うんうん、この機会に合わせたら、ね、え、ついでに軟骨の唐揚げも食べてみたの。ぜひぜひ、うん、行こうか、うん、じゃあ行こう。またね、今度お出かけしたいと思います。